んのプレイ画面を映し出しておりますので、今の時点ではとりあえず私ですね。あ、そうだ、はい、今翔さん、あ、今翔さんのところ、はい、で今、はい、これからのこの扉の先でいくと資料が待ち構えているというところでございます。じゃあもう早速ですが行っちゃって大丈夫ですかね。はい、はい、よろしいですか。はい、じゃあの扉の前でお願いいたします。はい、プレイボタンを押していただけると。はい、じゃあこれで出発の準備を OK です。さあ行きましょう。いやーちょっとでも緊張しますね。そうね、いつもねこの瞬間緊張するんですよ。一番こうドキドキしますよね。ライダーのそちら側の人でも緊張しますね。そうです、あのやっぱその喋りながらが、あの非常にこう、まあ、先に言い訳をしてるんですけど、ね、ね、言い訳でしょう。あー出た。そうですね、高い人が現れた。ダイアン・セッタさんの画面が多分映るかも。曲がちゃんと同じ曲のアレンジなのがすごいですね。まあ、これはもう杉田さんの画面に切り替わっていますので、はい、ダイアン中心に皆様ご覧ください。なんか俺が狙われてる、やばい。指導の HP というのは画面の真ん中上に出ていますので、はい、これを皆さんで攻撃をして減らしていくと。これ死んじゃう。あ、じゃあじゃあデルパラーで。あ、でも止まっちゃった。早速、はい。で画面の左側には皆さんの HP と、そしてまあライアンは MP0 からスタートです。 MP0 ですけれども MP が書いてありますね。基本的にもう本当に今回の戦いはあのライアンとビアンカの攻撃力にかかってるの。ライアンとビアンカの攻撃力、あ、これ二歩意味がサークルの中で、あの私は今日はあの回復役に徹する方法でちょっと。とりあえずしっかりと HP を回復しながら、久しぶりだから頑張ってスクリートがという作戦ですね。ハムリガハムリガードです。私とかビアンカは弓なので遠距離からこう結構プチプチやってると、そうです、攻撃をかわせやすいです。危ない、危ない、危ない。でもなんか今回結構なんか皆さん危なげなく、結構皆さん耐えてますよね。あの打点レベル70ではないっていう。あ、危ない。あ、指導の、いや足元にこの指導のなんか赤いサークル出てくる時ありますよね。あ、そうですね、都会も今からそこにすごいの来るよっていう予兆なので、ぜひそれを見たら逃げていただくという。夜学だ、聞こえたんで。クリフさんがちょっとヒットポイントが。あ、今あのライアンさんがあの刃砕きを今してくださったんです。あ、今これチャンスですね。チャンスですね。ガンガンみんなで。ひよってるんですね、これ。これ。あの、こういうボスがひよってるときはもうダメージが2倍入る、すごいチャンスタイプですね。おお。あ、ライアンがハイテンションです。おこれはちょっと必殺だ。これは今です。今です。やった、今だ。これでもチャンスですね。必殺技当てるとかって、あと体力ある程度減るとこういう風にボスが消えるので、こういう風に一気にみんなでダメージをかかって、おや、あ、消えた。あ、これです。あれ、これはどこ行きました。指導がどこ行って。上はですね、怖い、怖いか、ちょっと本気になったよっていう。あ、危ない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 、HP も戻ったし、だいぶ巨大化して戻ってきてる。 HP 戻るんですけど、これはあれ、あの巨大な状態での HP なんで、うん、そうそう、でかいな。巨大化した時でかいな。弱点とかあるは、ないですね。ないですか。あの破壊神シロウさんは伊達にこうやっぱ破壊神じゃない、あ、方向もものすごい吹っ飛ばされるんで。あ、落ちてしまいました。何するの。奈落落ちるとダメージでかいね。あ、違う、この毒やばいっす。あ、死んだ。あ、違う、この毒やばいっす。あ、死んだ。毒、あ、死んだ。あっという間ですね。これやっぱ巨大化するとやばいっすね。そうですね、うん、今の、まあ、計算通りなんですけどね。今の毒が強力でしたね。そうですね。そうだね。